セールフォスはアイスランド島南部エルフスワウ川沿いにある町である。セールフォスはアウルボルク自治体に属しており、リングロード沿いのクベラゲル地トへ虎の間に位置する。2011年での人口は6512で、アイスランド南部では最も大きな町であり、地域の商業の中心地である。工業も営まれている。なお、 名前に含まれるホスはアイスランド語で滝の意味であるが、街に滝があるわけではない。アイスランドの首都、レイキャビークから約5 0トルのアイスランド島の南西岸に位置する。南アイスランド地方の行政の中心的役割を担う。近辺には、ストフクエイリ、エーラルバッキ、クベラゲルジなどの集落がある。ソウリルアウサソンが、 西暦1000年に入植したのが町の始まりであるとされる。しかし佐賀にはインゴールブル・アルナルソンが西暦873から874年の冬を、エルフスアウの西にあるインゴールブル・フィアットル山のふもとで過ごしたとある。1891年の夏、アルシングの議員だったトリグビ・グンナルソンがエルフスアウに最初の釣り橋をかけた。これは アイスランドの建築史に残る事業で、これにより、セールフォスがこの地域の中心地となり得た。この橋は後に崩落し、1945年に新しく架け替えられたのが、現在の橋である。1900年には人口はわずか40しかなかったが、2006年には約6000に増えている。1930年には常設の焦点として、マジョカーブ・フラマナと、 カウフラグアーノシンガが営業を始めた。その後の数十年、この二つが地域雇用の権威役であった。第二次世界大戦中はイギリス軍の不評部隊が戦略上重要な橋を守るために駐留した。交通の便が良くなったため、セールホスの住民はレイキャビークまで出かけやすくなった。地価が低いため、今後はレイキャビークから 経済活動や住民が流入してくると予想されている。静かで落ち着いた雰囲気を求めて、レイキャビークから移住する例もある。失業率は低く、アイスランドで最大の大学の一つである普通、フューウルブラウタスコリーサズアロンズがセールフォスにある。セールフォスでは8月上旬にサマーセルファスと呼ばれる祭典が,典が催される。住居の庭を近隣でカラーコーディネートしたリボンで飾り、 市民図書館に隣接する公園で祝園が開かれる。この祝園には露店が並び、家庭の手作りの品々が販売され、特設舞台でミュージシャンや手品師などのパフォーマンスが披露される。2011年には最強の男コンテストも行われ、テレビで放映された。夜には大規模なかがり火、ボンファイアを囲んだ共演が続き、誰でも見られる花火が打ち上げられる。 アメリカ地質調査所によると、2008年5月29日15時46分、マグニチュードが6.3の地震がセールホスの近くで発生し、土地や建物に大きな被害を出した。この地震による揺れは、首都レイキャビークやケプラビーク空港を含む南アイスランド全域で感じられ、少なくとも30名の負傷者が出た。幸いにも犠牲者はなかったが、 セールフォスの牧場で飼育されていた羊には多くの犠牲が出たセールフォスのパノラマ写真。ありがとうございます。